皆さんこんにちは、イノベースです。今回はですね、プレミアプロに必要なパソコンのスペックみたいなところですね、お話していきたいと思います。一つ一つですね、解説していきながら最終的にどういったパソコンを買った方がいいのかっていうのまで、お話していきたいと思います。プレミアプロを動かすに至って最低限必要なスペックっていうものが、あるんですよね。これは公式の方でも表記されておりまして、こちらになります。で、今画面表示してると思うんですが、Windows、Mac とですね、基本的に必要なスペックっていうものを、載せております。まずはですね、プロセッサーだとか、で、オペレーディングシステム、メモリ、GPU など、あるんですけれども、まずプロセッサーなんですけれども、こちらはですね、よく例えられるのが人間でいう脳みそみたいな、というところなんですが、インテルの場合はですね、Core i とか、Core i7 とか、目にしたり耳にする方もいらっしゃると思うんですが、こちらのプロセッサーは、まず Core i7 からですね、選択する必要があるかなと思います。で、Apple に関しても、以前まではインテルのものを使っていたんですけども、今現在は Apple 社が M1 とか M2 とか、Apple 独自のプロセッサーというものが作られているので、現行モデルだったりを購入検討されている方に関しては、まあ一切悩む必要はないのかなと思います。CPU を表す際にですね、Core という表現が出ると思うんですけど、まあ例えば8 Core とか18 Core とか、これは一つの CPU に複数の Core が存在してですね、その脳みその中にですね、複数の脳みそが入っていて、それらを分散して処理してくれるんで、その小さな脳みそが多ければ多いほど、処理能力が速いっていう意味合いになります。次にメモリーなんですけども、このメモリーっていうのはですね、いわゆるテーブルの大きさに例えられるんですけれども、複数のアプリをね、同時に立ち上げる、例えばプレミアプロだったり、アフターエフェクツだったり、フォトショップ、調べ物するウェブだったり、 LINE だったり、例えば YouTube だったり、いろんなこうアプリケーションを立ち上げていて、このメモリーっていうものが少ないとパソコン自体の動作が動かなくなってくるんですよね。特にプレミアプロは非常に重たいソフトでもあるので、それを立ち上げた上でいろんなこう調べ物しながら編集したりとか、画像を編集したりとか、同時並行される場合っていうのが出てくると思うんですよね。で、そういった時にメモリーっていうものが少ないとですね、パソコンが固まってしまったりですね、編集が途中で落ちてしまったりとか、いろんなこうリスクを抱えながらこう仕事をしないといけないので、メモリーっていう数値はですね、多ければ多いほどいいのかなというふうに思います。続いて GPU なんですけれども、こちら画像処理性能に大きく関わってくるような、ところになります。グラフィックボードとも呼ばれるんですけれども、この GPU の数値によってどれだけ動画がスムーズに再生されるか、まあ、動画を再生するにあたってレンダリングというものがあるんですけども、そのレンダリングの速さだったり、動画の書き出し時の、速度だったりですね、こういったところに非常に関わってくる部分でもありますので、この GPU っていうものも、非常にこう、まあ、数値が高ければ高いほどですね、まあ、何でもそうなんですけども、いいというふうになっております。そういった画像処理能力っていうものが格段にこう差がついてくるっていうところの部分になります。当時ですね、パソコンのスペックが低いがゆえにですね、20分30分の動画をですね、書き出しする際にもう7時間とか、まあ、そんなぐらいかかってたんですよ。動画編集の仕事を始めた当初でもあって、こんなに書き出し時間かかったらもうほとんど1日仕事できないじゃんっていう、ようなですね、ことにもなりかねないので、基本としてそのパソコンのスペックっていうものはですね、多少なりともお金をかけて持っておいた方がいいのかなっていうふうに思います。自分の中でこうペイできる範囲だなっていうところを考えてですね、最初はですね、お金をかけていただいた方が僕としては非常におすすめかなというふうに思います。で、補足なんですけども、こちらパソコンに内蔵されているストレージっていうものがあると思うんですよね。このストレージに関しても2種類ありまして、ハードディスクと SSD っていうものが、まあ、選択できたり、そもそも標準で付いているノートパソコンだったりも、あります。予算に余裕があればですね、ハードディスクではなくて SSD の方を選択した方がいいのかなというふうに思います。 1TB がいいのかなというふうに思います。 1TB であればですね、最低限必要なメモリーも確保できつつですね、余裕もそれなりにある容量なので 1TB をお勧めします。基本的にストレージっていうのは、そういった編集素材とか動画だったりとか、編集のデータを取り扱う場所には使わないです。基本的にはですね、こういった外付けの SSD ですね、動画編集のプロジェクトから、画像、音楽、撮影した動画データも全てこちらの SSD に保存するようにしています。
まず便利なのはこちら、まあ基本的にはデスクトップの作業になるんですけれども、例えばこう出張先でノートパソコンを使って編集しないといけないとか、そういった場面ってやっぱり訪れてくると思うんですよね。でそういった時にこういった SSD とかあるとですね、 SSD とノートパソコンを持っていけば出張先でもこれをつなげて編集することができるんで、これ今編集中なんですっていうようなデータはですね、基本的にはこの SSD に保存するようにしております。サンデスクさんの 2TB ですね、 USB3.2 のよりこうデータを高速転送できる SSD を使用しております。でハードディスクの方はですね、このモーター式でですねディスクが回っていて、まあ、発熱もすごくしやすくて、まあ、いわゆるこう潰れやすいんですよね。なんでこれをこう外に持ち運んで編集したりするっていうのは非常にこうデータを紛失してしまうっていうリスクがあるので、編集をし終わったデータですねを保存するようにしております。なんで流れとしては、撮影しました、これから編集しますっていうデータはこの SSD に保存して、編集が終われば、こちらに流していくような、保存方法をしております。編集が終わったデータっていうのはこちらに保存して自宅に保管しておくっていうのが重要なところかなというふうに思います。まあ、僕がおすすめするパソコンのスペックはですね、 CPU は Intel Core i7、メモリの方が 16GB のもの、内蔵ストレージに関しては SSD の 1TB、まあ、これらの条件が記載されたパソコンを選択するのが非常におすすめな、パソコンの選び方の基準ですね、購入されるのがいいのかなというふうに思います。すいません、途中で音声が切れていてですね、再度撮り直しております。この動画以外にも、プレミアプロを扱う上で必要なパソコンスペックという形で、ね、たくさん動画もアップされたりしますんで、まあ、いろんな動画を参考にしていただきましてですね、まあ、どの動画も大体近しいスペックだとは思うんですけれども、まあ、この動画も一つの参考にしていただけたらなと、思います。ということで、まあ、今後もですね、まあ、映像に関することやクリエイティブなことだったりを発信していってですね、まあ、自分自身のアウトプットの場でもありますんで、僕自身が得た知識も皆さんに共有していてですね、たくさんね動画アップしていきたいと思いますんで、チャンネル登録、グッドボタンの方よろしくお願いします。ということで今回もご視聴ありがとうございました。